テニスの大坂なおみ選手が9月12日、全米オープンの女子シングルス決勝で、ベラルーシのビクトリア・アザレンカ選手に逆転で勝利し、おととし以来となる2年ぶり2回目の優勝を果たしました。第1セットを落としてからの逆転優勝は26年ぶりで、また四大大会の決勝では3戦とも勝利を収めているなど、大坂選手はこれまで特別な勝負強さを見せています。そして大坂選手は日本時間9月14日深夜にツイッターを更新、その強さを生む源を以下のように表現しました。私の祖先たちに感謝したいと思います。自分の体には祖先たちの血が流れているのだと思い起こすたびに、私は負けるわけにはいかないという気持ちになったからです。 CNN は日本人とハイチ人を祖先に持つ大坂なおみが全米オープン後に彼らに対して感謝を示したとのタイトルで報道。3000近いコメントが寄せられるなど大反響を呼んでいます。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。